今日はね、これも8時だよ全集合インスタのね、うん、企画でさ、毎週上げてるんだけれども、で今回かあの彫る文字は功を求めずにね、あの功を求めないんですよ。どういうことかっつったらさ、あのなんていうの、巧みでないような、なんていうか作為のないっていう、ところじゃない、うん、ということでさ、それってどういうことかっつったらさ、まああのなんていうの、技術っていうよりもなんか別のところではね、そのなんか稚拙なところ、子供のようが掘ったようなそんなところを求めるわけじゃない。だけどさ、下手馬ってさ、結局さ、あのなんていう、あの下手馬の技術みたいなとこあるじゃん。ということでさ、こう求めないとはどういうことかっていうことがね、まあよく分かんなくなったわけですよ。ということで今日どうするかっていうと、左手で掘ろう。こう求めない、うん、こう求めないから左手でいきます。いけるかどうかわかんない、やっとこないから。さあいきますよ。怖い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 。あ、曲がった。もういいや、もう今日はね、あのどんなんが出来上がるか。あー、これ印象が必要だな。アップできるかなこれ。とりあえず時間がないんですよ。8時で2、怖っ怖っ。いや無理かなこれ。よいしょ、無理。読めるか読めるか。まあ単純な字でよかった。よいしょ、真剣にやらないとダメだな。塔がどこ進んでるか全然わからない。いや、もっと簡単に行くと思ってたわ。平行に掘れない。なんかさ、あの下手馬でさ味が出りゃいいんだけどさ、そういう次元じゃないなこれ。ちょっとこれは直そう。どうよ、これはこれで面白いのか。いや、こう求めずだけど必死に今こう求めてるよねこれね。うまくいかないからこう求め、これこういうことじゃないんだよな。こう求めて、本当は本来は技術をつけて、そっからその技術を捨てたところに行くっていうのが本来のところだと思うんだけど、ほほほ、だいたい線がかさやばいやばい。よいしょ、
崩れるし、ちょっと枠を潰すの左手じゃちょっと無理、叩けねえ。いやー、左手ってこんな違うもんなんだ。持ち方がわからないもんな。ガー、ああ、よいしょ、どっこいしょ、うりゃ。いや、思ったように取れなさすぎねえ。片岡鶴太郎が左手で字を書いたりするけど、ええか。ああ、線が入っちゃった。思ったところを叩くことすらできないという。叩けない。これでもあれかな、初めて転国やった人にの感覚に近いのかな。これちょっと左手の研究しようかな。これでもよく考えたらさ、書道はさ、あ、抜けた。書道はさ、右手で書く、強制されるじゃん。篆刻、左手の人、左利きの人って篆刻どうしてんのかな。左利きで彫ってんの、左で彫ってんのかな。あー、やばい、線が増える。あー、やばい、やばい、線が増える。まあいいか、これで。ちょっと一回押してみようか。一回押してみますわ。もうここから全部、あ、最初の下書きも左手でやればよかったな。歯ブラシも左手で、これさえできない。左手で押す、押せるか。うわー、難しい。これも難しいんだ。左、いや、これは右手で置くかな。うまく押せないとプルプルする。あ、するのも左手ですればよかった。どうすか。これアップできねえな、インスタに。どうしよう。あ、じゃあ今から、これが左手ね。今から裏側に右手で掘るとどうなるかやるわ。今三省堂で実演販売やってるから。まあ楽だ、やっぱ右手は楽です。なんだ、左手ってのはやっぱきついね。こんな違うんだ。線が入るもんな。これは功を求めずの状況になってるのかどうかは分かりませんが、どういうことだ、どういう因を功を求めてない、ご小石みたいな因かな。うーん、今日はこう求めずだからね。今度は右手で押すからちゃんと押せるかな。
大使館ねちゃんとそう2つちゃんと並べて丁寧にそれ今ねインデーがね粘っちゃってダメなんだよね。まずは左手で掘ったやつね。右手で掘ったやつ。今度ちゃんとこうなんか急いで掘らないでがっつり左手で真剣にやるっていう動画も撮ろう。はい、こんな感じです。はい、ということで、今日の動画はねこんな感じでお遊びになりましたけれどもではまた次の動画で会いましょう。再生バイバイ。